解析中だ。ミックスの話と一緒に会おう。中国隊長が貸し取りをやめるぞ。彼らなら医者の居場所を知ってるはずだ。ペンテリコさんのものではないが、この大理石は素晴らしい。ダメだ、ダメだ。言ってくれ、面倒ことはごめんだ。面倒を起こしたくはない。質問があるだけだ。質問？どんな？友達が苦しんでるぞ。彼は病気だ。心の霧に支配されてる。医者が必要だ。医者はここにいるんじゃないのか？行ってしまったんだ。彼はつまって捕まって？すまない、言葉がおぼつかない。記憶や心に霞がかって、医者が戻ってきてくれなければ、いずれ彼のようになるかも。男たちが連れて行った医者をこう鉱山の方へ、北にある。もうだいぶ経つ。何が起きたんだ？どうして採石場に来ることになった？覚えてるのは、医者が助けてくれてここで面倒を見てくれてることだけだ。でも医者があれを作ってくれないと。薬だ。自力じゃ難しい。自分で良くなるのは。医者のことを教えてくれ。彼はいい人だ。薬を作って治してくれる、僕たちの病気を。それで治るのか？医者は時間がかかると。だからすぐに戻ってきてもらわないと。彼を探そう。連れて来てくれ、頼む。彼は北の鉱山に連れてかれたんだ。おい、そいつから離れろ、傭兵。あんたには関係ない。そうはいかない。
気をつけよう。俺を警戒してるはずだ。どこから聞こえてる？医者がいるはずだ。誰のですか？これだけの銀があればデロス同盟の富にも匹敵するだろう。ここでは銀以上のものが見つかりそうだな。見つけたぞ。
願いだ。心がついてきてくれ。この上に秘密の出口がある。やった、自由だ。いつか解放されると思ってたぞ。感謝はいらない。いやいや、本当にありがとう。小鳥たちが待ってる。戻らないと。彼らに言われて来たのか？一体何の鳥の話をしてるんだ？いやいや、ただの鳥じゃないぞ。彼らは話すんだ。ゆっくりだがな。採石場の労働者たちのことか？そう、私の小鳥だ。彼らを世話して薬を与えている。その代わりに私の研究を手伝ってくれる。本物の絆で結ばれているんだ。お前は強そうだ。いいぞいいぞ。小鳥の数は常に足りない。私の家族になるかね。我が研究に大いに役立ってくれるに違いない。話を聞いてやってもいい？興味があると思っていた。家族へようこそ。心配はいらない。きちんと世話をする。薬はちゃんと全員に行き渡るからな。その薬のことを教えてくれ。ああ、薬か。私の作った強壮剤が副作用を起こしたときに小鳥に与えているものだ。時々効き目が強すぎてね。副作用か。記憶をなくすだとか？そうだ。知っているのか。かわいそうに。私のせいだ。それでもまだ強壮剤を与えるのか？仕方ないんだ。強制されている。だが間違いは正す。いつもそうしているんだ。いつも。あんたを捕まえたのは誰がやった？眼帯をした男だ。奴はハゲ頭の男から命令を受けていた。競争剤をもっと作れと奴らに強いられた。貴様誰？仕方ないんだ。小鳥たちを殺すと脅されて。そしてあんたを閉じ込めた。そう、奴らは私を戻してくれなかった。だから毒を飲ませてやった。毒を。だが心配いらない。奴らには手を出させない。お前も小鳥たちも私が守る。あんたの小鳥に何があったって言うんだ？さあ、知る必要もない。わかるのはここのように奇妙な洞窟で競争剤を彼らに与えさせられたことだ。失敗したら私が面倒を見る。小鳥たちのな。特別なもののようだな。そうだ、私の小鳥を強くする。だが心配するな、愛しい家族よ。この競争剤を飲まなくても他の方法で私の助けになれる。あんたの言う薬が必要だ。渡してくれ。だがなぜ薬が欲しいんだ？知り合いのために必要なんだ。あれのせいで苦しんでいる人が他にも？ありえない。黙って薬を渡せ。残念だが時間がかかりそうだ。時間が。まずは私を小鳥たちから遠ざける奴らを片付けてくれ。この道の先の砦にいる奴らを片付ける。終わるまでに薬を用意しておけ。そうだそうだ。材料を集めるのには時間がかかる。まずはタソスの町を見て回るといい。あそこでは奇妙なことが起きていると聞いた。聞いたんだ。薬がネレウスの助けになるかもしれない。まずは医者を捕まえた奴らだ。
あいつだ。隠れておこう。
る。悩ますこともない。よし、片付いた。そういえば町で妙なことが起こってると医者が言ってたな。調べてみる。桁違いの報酬をやるぞ。
あそこで何か起こってるな。戻ってくるな。殴られたくないだろう。バーカ、追い払ったって何回でも来てやるから絶対入ってやる。あなた強そう、助けてくれない？何が必要なんだ？情報だよ。ソロン兄さんがちょっと前から行方不明なの。あいつは逃げ出したんだって話も聞いてくれない。でもそんなの絶対違う。私が一人が嫌いだって知ってるもん。兄さんが最後に目撃されたのはここよ。いなくなったことにきっと関係があると思う。お願い、兄さんに何が起きたのか知りたいの。見つかるかやってみよう。見かけよりいい人ね。ありがとう。感謝するのはまだ早い。俺の手助けは安くないぞ。え？もしかして子供からもお金取るの？わかった。一緒にやろう。お金はあまりないんだ。できる限りのお礼はするから。それでいい。訓練士だったら兄さんの失踪についてもっと知ってるかもしれない。でも気をつけて。噂では素手でキメラを倒せるって聞いたよ。じゃなくて素手だとキメラみたいに見えるだったかな。とにかく喧嘩にならないように十分気をつけて。ああ、向こうがふっかけてこなければだがな。なぜここで訓練する若い競技者がこんなに？本当に知らないの？この学校のおかげでタサスが有名なんだよ。有名なオリンピックの勇士テオゲネセスが作ったの。兄さんのような人がたくさんいるの。オリンピックの勇士を目指してみんな訓練してる。兄さんがいなくなってだいぶ経ってるだろう。もう数週間だよ。こんなに長く私を一人にしたことないのに。兄さんはいつも将来オリンピックで勝つ話とか冒険の話ばかりしてた。
私をギリシア一の兄を持つ妹にしてやるって。でもここにいなかったらそんなことできないでしょ。何が起きたのか突き止めよう。お願い急いで。兄さんがいないと静かすぎるの。ミックスは正しかったようだ。ここで何かが起こったら真相を突き止めよう。ここで学びたいのか。10年前ならまだしも遅すぎたな。残念だ。あんたがここの訓練士だな。私を知らないのか。エウティモス、オリンピック主任訓練士だ。私の指導のもと、訓練生たちはテオゲネセスがタソスの銅像を掴んだようにやすやすと勝利をものにする。私を知らぬ者などいない。誰だって？そんな名前聞いたことがない。お前は相当耳が遠いようだな。こんなのも聞いた。ここの訓練生たちが行方不明になったとか。行方不明？くだらん。うちの生徒は勇士だ。常に冒険する心を持っている。そして私の庇護のもと、熱い血のペガサスのように偉大なる高みへと到達するのだ。以前いたソロンという訓練生を覚えてるか？私の学び屋に押し入ったばかりか、不作法な奴隷のように答えを要求するとは。お前も奴隷のように殺されたいか？この場所が彼の失踪と関係あるのか知りたいだけだ。関係？くだらん。ここは己の血と汗と力の場だ。ここで消えるのはな、心と体の弱さだけだ。なら俺と腕試しでもしてみるか？見ず知らずの相手に私の技能を見せるなど時間の無駄だ。つまり逃げるということか？挑発したところで無駄だぞ。待て、見覚えがあるぞ。わかった、オリンピックに出てましたよね。勇士だ、間違いない。ああ、その通り、オリンピックの勇士だ。おい、訓練に戻…すごい、本物だ。教えてください、どうすれば真の勇士になれるんですか？真の勇士は両肩に牛二頭分の重りをつけて毎日走るものだ。ふん、驚くほどのことでもない。つまりオリンピックの勇士が我が校にやってきて私のお株を奪い、その上挑もうというのか、このエウティモスに。そのエウティモスは挑戦を受けるのか、それとも怯えてるのか？怯えてる？はっはっは。まずは私の生徒と勝負してみろ。それで言葉通りの強さがはっきりする。半人前を叩きのめす趣味はない。金で話をつけるのはどうだ？交渉ごとには金がつきものだからな。学校への寄付は常に歓迎だ。維持費を手助けしてくれて感謝する。さて、これが終わった後にそちらまで治癒士の手が回るといいが。こっちは大丈夫だ。そっちの身は保証できないがな。忠実なる教え子たち、この傭兵は私、偉大なるエウティモスに挑戦するそうだ。私の私たちの学び屋で、これが最後の機会だ。今立ち去れば全て終わりにできるぞ。話は済んだか？ではお前の実力とやらを見せてもらおう。真の勇士らしく戦うのだ。スパルタに子供の遊びだ。我が教え子の強さを味わえ。なぜか当然だ。師匠のために。おいおい、私の母の方が強い。ここから出てけ。我が教え子たちに、我が誇りに。大したことないな。
お前は私の評判を落とした。これから教え子とどう向き合えばいい。あんたが傲慢なせいだ。俺には関係ない。分かった。お前の勝ちだ。知っていることを話そう。このような学び屋を維持していくには金がかかる。だが我々には多額の経営費を寄付してくれる金持ちがついているんだ。彼は酒の匂いをさせながら時折ここを訪れる。奇妙な男たちを連れていることもある。訓練の場を見物しに来てるわけじゃなさそうだな。模範的な腕と業績を持つうちの優秀な競技者を彼らが気に入っているのには気づいている。そういう競技者を観察しているんだ。ソロンもその一人か。ああ、優秀な訓練生だった。ネレウスという少年と並んで二人は親友で素晴らしい競技者だった。男たちが来てすぐ彼らは来なくなった。何が起きたかと心配しているんだ。あんたは何もしないのか。明らかに何かがおかしいと分かってるくせに。奴には強力な仲間と影響力がある。どうにかしようと訳を聞こうとしたが、自分と教え子の身が惜しければ嗅ぎ回るなと言われてしまった。認めたくないが私は無力なんだ。あんたはここに根を張り、奴らを寄せつけずに置け。大使は任せろ。大した助けにならず申し訳ない。全部聞いたからね。あなたは自分の生徒がいなくなってくのを黙って見てたの？それもお金のために？何？どこから入ってきた？お前の娘か？あなたみたいな男って最低。もう信用できない。もう誰にも頼ったりしない。私が兄さんを助けに行く。兄だって？ああ、私は何をしてしまったんだ。ソロンの他にも行方知れずの訓練生がいる。次はネレウスかもな。ミックスは話を聞きたがるだろう。なかった。訓練しないとネレウスに勝てない。どうしたんだ？ああ、ずっと眠れてないんだ。しっかりしないとな。訓練を始めて僕は絶対ネレウスに勝つんだ。その勢いでオリンピックに、なんてな。オリンピックなんて器じゃないのかも。アイエテスだな。ミッコスに言われてきた。ネレウスは？ネレウス、今度はどうした？また新記録か？新記録だ。ああ、くそ。今度は何の記録だ？きっと円盤投げだな。いや、待て。もしかしたら。ゲロ飛ばしかな？え？何？ゲロを吐くことでも勝てないのか？ネレウスめ、どこまで完璧なんだ？あんたは僕をへこますために来たのか？ネレウスは病気だ。元気な彼に最後に会ったのがあんたなんだ。カルポスの家に行った時は元気だった。いつものように。快楽主義で。でも一緒には帰らなかった。それ以来会ってない。
なら宴で何かが起きたんだろう。他の家でカルポスを探すといい。何があったか知ってるはずだ。でもヨステ人だからな、注意を引く必要があるだろう。そうだ、僕らを酔わせたあの高価なワインの亀を割ればきっと出てきて話してくれる。ありがとう、アイエテス。行ってみる。さあ、そろそろ始めないとネレウスたちに追いつけなくなる。はあ。オリンピックで勝ち星を挙げるよりギリシアの地を旅して回る方がすごいことに感じないか。俺の船で働き、新しい景色を見るといい。あんたみたいな力のある漕ぎ手が欲しいんだ。ずっと旅したいと思ってた。それに来る日も来る日も訓練するのにうんざりしてたんだ。仲間に加えてくれ、傭兵。いや、船長。強い酒の匂いだけでも。あれを探してたんだ。メッコス、ネレウスを見ててやらなくていいのか。やるべきことはたくさんある。でも今は少し楽しみたいんだ。君もそうしたいんじゃないか。私はすごく楽しいぞ。さあどうだ、君と私、素晴らしい時を過ごそう。何？二人だけか？おう、そう来なくては。何を考えてた？彼のことか？彼女か？俺は強欲でな、両方にしよう。今夜は最高の夜になりそうだ。おしゃべりは終わりだ。まだできるぞ。その様子じゃもう立ち上がることもできないんじゃないか。いや、ここで横になって。そのうちな。じゃあな、ミコス。盗み飲みはやめろ、バカ。このワイン何か知ってるだろ。でもすごくうまいんだ。もっと物が強くなれるかもしれないしな。一日が始まる。何をしたんだ？殺したのか？なんてことだ！
将軍に殺されてしまう。コスモスの人間だな。ネレウスに何をした？いや、誤解だ。仕事で関わってるだけなんだ。将軍のために働いてる。将軍とどんな仕事をしてるのか教えろ。さもないとお前の歯を一本ずつ抜いてやるぞ。くそ、わかった。俺は無理やりやらされてるんだ。コスモスのモントに脅されて酔っ払った競技者を引き渡してる。成績のいいやつほど稼ぎになるんだ、ネレウスみたいに。彼はひどい状態だ。訓練生は何かをされてそれで変わってしまう。あの兵士たちの力を知ってるだろう。あの力は普通じゃない。明らかに異常だ。奴らの力がどれほどでも俺と比べれば見劣りする。俺はしくじった。これまでは奴らに逆らえなかったから、お前が味方になれば状況を変えられるかもしれない。奴らはいつも酔った訓練生を俺の船着き場から沿岸の洞窟へ連れてった。ここから南だ。まだ償いはできるかもしれない。やはり俺はどうあってもタソストの人間なんだ、傭兵。懐は潤ったが俺の心は空っぽだ。訓練生を救ってくれ、頼む。これ以上は耐えられない。訓練生たちを救う、もちろんあんたのためじゃないぞ。ネレウスに何かあったら命はないものと思え。きっとあの子は大丈夫だ。訓練生たちのところへ行ってくれ。南の洞窟にいる。海岸沿いを行けばわかる。頼んだぞ。行け、フォボス。ここみたいだな。行け。今見つかるのはまずいな。助けてくれ、頼む。ここはどこだ？ありがとう、感謝する。
兵。ありがとう。殺されるところだった。自業自得だ。囚われた者は競争剤を飲んでしまった、薬をやるために医者がやってきたのか。症状が良くないのは一人だけだ。もう一人はまだ可能性があるように見える。ネレウスにもまだ希望はある。守りの固い隠れ家みたいだな。コスモスは俺が考えていたよりもずっと強力らしい。俺がタソスに降り立ったその時からコスモスの門徒に勝ち目はない。連中は罪を償わなければならない。今が報復の時だ。提案でもあるのか。奴らの古代の砦を攻撃するんだ、傭兵。お前が先陣を切って俺たちがコスモスの将軍を始末する。ここでギリシア中に響き渡るような圧倒的勝利を収めるんだ。自分ができないことを人に押し付けるのはうまいもんだな。そいつは偶然ってやつだろ。将軍について教えてくれ。俺をこの騒動に巻き込んだクソ野郎だ。コスモスの精鋭部隊を束ねていて、噂じゃ一振りで8人の首をはねたこともある。その古代の砦はどこにあるんだ。リムノス島に堂々と立ってる。やたらと大きな砦だ。そこへは船で行くのが一番だと聞いてるよ。ネレウスがただの風邪じゃないことは分かった。ミクスに知らせなければ。全てあんたの過ちだ。訓練生たちが無事帰れるようにしろ。分かった。それでいい。医者のところに薬を受け取る。死んでる。ここだ、傭兵。動くな。仲間は十分やってくれたが間に合わなかった。コスモスの兵士どもの仕業だ。私のかわいそうな小鳥たちをまるで家畜のように殺した。行こう。ネレウスが危ないかもしれない。船の用意をする。行け。ここでお前にできることはない。弱気になるな。まだわからないだろう。私は医者だ。患者が死ぬときはわかる。これは約束していた薬だ。私はいつだって間違いを正す。ネレウスに届ける。それが最大の希望だが、奇跡は期待するな。このまま置いてはいけない。私を殺して苦しみを終わらせてくれ。望みはそれだけだ。この人たちに何が起きた。まるで虐殺じゃないか。ああ、コスモスの兵士たちだ。大虐殺だった。やつらはお前に意思を示すために来たんだ。お前が探ってると気づいてる。殺しはしない。他の方法があるはずだ。お願いだ。もうここでゆっくり死んでいくだけだ。傭兵よ、頼む。苦しいんだ。あんたにはまだやれることがあったのに。
れどもやっつけてくれ。遅かった。許せるか。仮面の兵士にはうんざりだ。とっととリムノス島から出ていけ。なぜ家を焼いたんだ。わかるだろ、あのろくでなしどもはろくでもない砦から来た。ミックスが反乱を起こそうとしてると思い込んでな。こんなこと終わらせなければ。終わらせよう。奴らはコスモスの兵士だ。中には将軍もいる。心配するな、長くとどまりはしないだろう。ああ、みんなで乗り込んで終わらせてやる。だろう。あんたらは家にいろ。互いを守るんだ。古代の砦とコスモスの兵士は俺がやる。そうだな、クソ、その通りだ。奴らは本物の兵士で、こっちはしがない商人と漁師だ。頼りにしてるぞ、傭兵。奴らにはずっと苦しめられてる。ここは慎重に行動しよう。砦を制圧するなら今だ。あれが将軍だ。
それで済んでよかったな。村人が奴らに悩まされることはもうないだろう。行かせた仲間には会えたか。まだ戻ってないんだ。焦らないでいい。コスモスより先にミッコスとネレウスを見つけたから。ネレウス、ああ神よ。いやおじさん、話してやれ。休ませないと。家を焼かれる直前に到着したんだ。きっとミッコスとネレウスは死んだと思ってる。仲間を送ったのは正しかったな。そうしなければ、みんな死んでいただろう。ネレウスに優しくしろってお前に言われなかったら、やってない。愛の口で、暗がりに置き去りにするより、手を貸すべきだと思ったんだよ。言ってよかった。飲むんだ。具合が良くなる。他の村人たちは、どうした？無事だ。彼らを回収、それからコスモスの連中を、砦から叩き出してやった。また驚かせてくれたな、アレクシオス。おいっ子だけじゃなく、リムノス島とタソス島の人間を全員コスモスから救ってくれた。さあネレウス、話したいことがたくさんある。やっとか、ようやく二人きりだ。しばらくぶりだな、ロクサーナ。そうだな、時間はあるか。船に来てからあまり顔を合わせなかったな。どうしてた？まあ普通にしてた。火矢を放ったり、衝撃に備えたり、船を漕いだり、たくさん漕いだ。この腕を見てみろ。綺麗だ。ロクサーナのための時間だろ。いくらでもつく。そうか、2、3分でいいぞ。2、3時間を期待してたんだ。ならとにかくさっさと始めよう。